携帯電話大手のソフトバンクは来月から社員やアルバイトを含む全従業員およそ2万人に月4000円を支給することを決めました新型コロナの感染拡大を受けてソフトバンクでは従業員の出社率を3割に抑えていてテレワークに使用する備品やマスク消毒液の購入費などを支援するということです一方、NTT グループでも、 10月からテレワークを実施した従業員に1日200円を支給する予定です。